はようございます。今回は食事の作法についてお話をさせていただこうと思います。皆さん普段の食事でご飯を食べる際手を合わせていただきます。それから終わった際にごちそうさま、皆さんはされているでしょうか。こういうふうに日本に伝わる作法であったり習慣には深い意味が込められていると思います。いただきますには命をいただきます。そしてその命を私たちの命に変えさせていただきますという意味合いが込められています。私たち生き物は何かを食べないと生きていくことができません。そのたくさんの命により、その支えにより私たちは生きているわけであります。そう考えると自分の命も大事にできますし、他人の他の周りの方の命も大事にできると思います。それからごちそうさまには、食事の準備をしてくださった、走り回って準備をしてくださった方への感謝の気持ちを込めます。馳走というものは、走り回るという意味になりますが、この一杯のお茶碗に入っているご飯をいただくにも、このお米を作っていただいた農家の方々、それからその農家が使う機材を作ってくれた方々、その機材を動かすために資源を集めてくださった方々、そういうふうに思いを巡らせると、一杯の食事を取るにも世界中の人が関わっていることに気づくと思います。その方へ感謝の気持ちを込めるために、このごちそうさま、手を合わせて私たちはするわけでありますが、こういった作法、また習慣により、この日本人としての心が作られていくと思います。東北で震災が起きた際、私たち日本人のこの行動、世界で絶賛されました。人を思いやる心、そういう心を作るためにもこういった作法が残っていると思いますので、皆さんも改めて、こういった毎日の普段の何気ない作法にも気持ちを込めて、していただきたいと思います。それがまた次の世代につながり、日本人としてのアイデンティティを、作っていくと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。